いろんな偶然が重なって今があると思うと、一つでも欠けたら違う世界もあったのかなって。きっと知らないだろう。捨ててしまう。きっと私たちはどうやったって出会ってしまうんだ。意味をくれたこと。困ってる男子がいたら、みんなこうやって自分の部屋に入れちゃう。なんで宮村以外を部屋にあげなきゃいけないのよ。意味をくれたこと。ちゃんと見てるから。なんだか楽しみだなんて。焼き餅、焼き餅だ。堀さん頑張れ。知らないね。食べないとチューするよ。食べてもするけど。ぎゅー。どうも。柳くんも漫画読むんだな。吉川さんの手が熱いんだ。手の甲で触れるのね。宮村には分かんないよ。だって友達いっぱいいるじゃん。何お前、北原のこと好きなの？俺にはいいけど。堀さんが考えてる以上に堀さんのことが好きだからさ。宮村は私の味方じゃなきゃ。やだ。ねえ宮村。何堀さん。幸せ。